なった鷹を地上の鷹匠がリバトで呼び、この芝生の上に下ろすものです。ご存知の方も多いと思いますが、ビリの屋上は風が強く、ビリの谷間には非常に複雑な風が吹いています。このためちょっと軌道から外れるとビル風に吸い込まれ、流されてこちらを見失ってしまうことがあります。また県内を縄張りとするカラスたちが追い払おうと攻撃に来るため、鷹も思うように飛ぶことができない場合がございます。その場合にはこちらが迎えに行ってあげることになります。この日のために鷹匠と鷹は訓練を続けていましたが、それでも生き物ですので予測した通りの動きはしないものです。予想外のことが起きる場合もありますが、それも実演の一つとしてご覧ください。それでは浜離宮三井ビルディングにいる地上にいる鷹森隆が三井ビルディングの上にある赤尾の杉を呼んでおります。状況を確認しましたところ、赤尾のそりは地上の呼び子には気づいているそうです。